こんにちは、速稼塾の久保です。なんかね、そのヤクザの世界っていうやつですか。最近家族とヤクザって映画見たんですけども、法律とかね、それから条例、それから社会的なバッシングとかに、やっぱり押されてですね、住民の反対運動とか、なんか暴力団出ていけみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあって、なかなかね、活動ができなくなってるみたいなんですよ。これは別にね、そういった組織を擁護するものではなくて、そのネットビジネスっていうものにしてみれば、規制は確かにあるんですけども、まあごく常識的なね、まあ人を攻撃しないとか、バカにしないとか、嫌な目に遭わせないとかね、そういったものであって、なんかほとんど規制はないと思うんですよね。その規制のない中で自由にできるのに、まあいわゆるしのぎが成り立たないっていうこともあったり、でもそのいわゆるね、昔はすごい力を持っていたその暴力団組織ってやつですか、もう今はすごいですよ。通帳も作れないし、賃貸借りれない、車のローンを組めない、携帯電話を持てないとかね、おおよその人権っていうものをかなり蹂躙してるのかな、主権を制限してるのかなと思いますけども、さらに決めつけは、その組を離れてもね、5年間は構成員とみなすというね、この5年縛りがあるんで、なかなか構成が難しいというか、新しい世界に打って出ることができないってことがあるそうなんですよ。だからね、やっぱそう考えると、ネットの世界ってのは自由自在ですしね、それこそ稼ぐだけを目指すんだったら、いわゆるそういうふうな裏社会の方が出てきても、それはそれでね、人気になると思いますしね。妙な話なんですよ。だから言ってみれば、無法の限りを尽くしてきたと言われかねないそういう人たちなんですけども、 YouTube で放送したら結構ね、それが人気者になったりとかして、世の中の価値基準は一体どっちを見てるのかなってね、本当混乱しますよね。かと思ったら、国の権力者とかっていうのはね、いじめを隠蔽したりとか、それからこんな時期にでもね、国会議員には地方議員も含めて夏のボーナス300万以上払ったりとかね、めちゃくちゃなわけですよね。で、建前としては国民から集めた税金で賄ってるって言いますけども、実は国民から集めた税金なんてのは全然関係なくてね、財政出動という国債発行によってこの国家が運営されてるっていうのがだんだんバレてきて、でそれをバレちゃうと自由にね、生活保護費も上げれるし、そもそも税金を集めなくていいってことにもなってくるんで、消費税なんて上げるのもってのほかで、国民がどんどん豊かになっちゃうと。もうそうなると、豊かになれば余裕な時間ができて、余裕な時間でビジネスをやったりとかね、情報収集したりとかして、国民が賢くなると、権力者はもともとそんなに賢いわけじゃないんで、権力者の能力がバレちゃうからまずいということでね、いろんな制限を設けてくるんだと思いますけども、まあそういうふうにしてね、なんか世の中筋が通らないことだらけだなと思う中で、でもインターネットの世界っていうのは、あきて活動して、結果を残して売り上げを自分の収入にするっていう形、すごいシンプルで、その嘘が入るところがないんですよね。でもっと言ったら、嘘を入れてでもいいから作品が上手にできればいいっていうところがあったり、そこにお金が集まったりするって仕組みがあるんで、もう何とも言えないですよね。だから情報を収集する方がちゃんと賢くね、情報を仕分けして、自分が再アウトプットするものは何なのかとかね、どういう形でアウトプットすれば多くの人の気を引くのかってことをやっぱり計算しながら、そういうのをね、考えながら更新を繰り返すってことになるのかなと思います。だからただ単に今日やったことを明日もね、ベタルクにやればいいってもんじゃないんですよね。やっぱそこには何かしらの工夫とか方向性ってのを持っていかないと、途中で、行き詰まるってことにもなりますんでね、だからただ単にやっただけじゃないよっていうような、ね、ことは、やっぱりこの辺で言っとかないといけないかなと、やっぱり改善を繰り返して、試行錯誤を繰り返して、バッシングにめげずにね、もうやられればやられるほど自分の活動に真摯に自分を見つめていくってことをやって、まあ、今に至るのかなと思います、まあ、だからといってね、特別な人間だよっていうふうに言いたいわけじゃなくて、誰でもこういうふうになるってことなんでしょうね。でなぜ誰でもがこういうふうに余裕な暮らしが送れないかっていうと、先ほど言ったような時期を通り過ぎないからなんですよね。悔しい時期とか悲しい時期とか辛い時期をやっぱり全身で受け止めて突破していかないといけないところで、なんとかその日暮らしをしようかと思ってね、目先のことをかわそうと思うと、そういったごまかしたことっていうのが人生の足を引っ張ってくるんだろうなと思いますよね。まさにね、ビジネスは等身大、自分自身は等身大であるのかなっていうところでございますね。まあ、等身大で勝負しようというタイトルでね、言ってきました。それでも十分ネットの世界では勝てると思いますね。